星野の工藤は前回から昔の星野と今の黒さんを演じているよ。今の黒さんは演じてないのかもしれないよ。はい、なんで最後はいカットはいそうこれがあるわけで、うん、あのグダった時のテンションの切り替え、うん、すぐできる、うん、ね、ハンド君、うん、まあね、いや星野がさ、はいってすぐ対応してないんだけど、お前なんだなんでみたいにもはいって返事したんだよやっぱね、二人じゃはいってね、はい、終了です。俺はこの辺のさ、キレ最近上がってくる。でなんか俺さ、三軒豚食いやがらさ、ビール飲んでさ、見てっからさ、なんかめっちゃ俺偉い人みたいな監督なんじゃない演技指導してんねん。あ、ほんは、うん、よかった こう、この角度、違う、こっち37度。よかった、ありがとう。だからなんか、異様に星野が攻めに徹してたねなんか星野が向かってきた。あ、ほん、うん、俺もたまには受けようね、しないと。あ、ほん、どうだ、こっちのタックの時はさ、ほら、よくお互いやってんじゃん。まあね、俺ら仲いいからな。やってみた。でもさ、クロスさんと星野ってよく本物でするしさ、うん、俺とクロスもたまにするじゃん、うん、俺と星野でやったことないやん。まあ、まあ、ないね。うん、あんま。まあね、まあ、あれなんじゃない、本物ネタするとき俺なんじゃないのなんじゃない。ああ一瞬さ多分最低限の言葉で済ましたかったんだろうけどさ、ホームレントするときは俺なんじゃないあのもうなんか文章になってないなんか工藤イコールさ、ホモの権限みたいな、なんか他には何もないんだけど、工藤がもうホモの要素そのものみたいな。なんかベジットになるためのポタラの石みたいな扱いだよね、うん、だからいやいやね、ホモのゴンゲで下道のゴンゲだよ。これ何のゴンゲ、ここしんごはね、なんだろうね。でもね、あれだよな、クロスさん、もしんごがいるとさ、なんつうかさ、ナチュラルになるよな、尖らなくなるよな。じゃナチュラルのだって俺らやるとなんかさ、もう尖りに尖りまくってさ、うん、多分ほら、あれじゃん、星野、うん、あの、
俺そのものだと下道になるでしょ。下道でも俺同士の組むとさ、反下道になるじゃん。でもさ、星野と黒さんやるじゃん。黒さんそのままのホモ、ホモそのままじゃん。ホモ星野とさ、組むとさ、反ホモになるじゃん。反ホモ、うん、だから、反のゴンゲだよ。反ゴンゲってことは、稲垣と組むと星野反サイコパスすごい、なんか、ね、いやいや、もしかしたらあれかもしれない。あいつはもう、サイコパス以上のサイコパスだから、ああ、もう反転できない。やばいな、旧サイコパス。いやさ、その理論でいくとさ、俺とさ、稲垣組むとさ、下道サイコパスになるしさ、工藤と組むとサイコホモなんで、サイコホモ怖いんだけど、サイコホモ怖くない？なんか、両手足きちぎられて、なんかホモコーヒーなんかやってそう。え？なんで犯させてくれないの？怖すぎるじゃん、しかも男好きなんだよ、お前。怖い、サイコホモって怖いやん。やばい。やべえな、工藤と稲垣、ハッシュタグ混ぜるのは危険じゃん。まあ、混ざんないから、うん、大丈夫。でも、大体は、ホモゲドウでやってるから。ホモゲドウね。ホモゲドウ。うん。どこら辺がホモ要素なのかっていうと、要するに、ウェーって部分がホモ。の部分。だから、半分ずつだ、要素。ちょっと言うから。ゲドウの部分は、星にさ、あれやっちゃうぞ。あ、やる？やっちゃうか？みたいな。これがゲドウの要素。わかった？ほら、まあ、だからほら、だから下道とナチュラルが組んだ時、お互い半々ずつになるでしょ。だから俺が、もしかしたらあれやっちゃおうぜ、でもさ、クロスさんに悪いから、で、これがナチュラルの部分だから、うん、これが緩和されてるから。まあ、現に今日もそんな感じだったしね。うん、そう、俺らやると突き進んでいくの、うん、で、クロさんと星野が組んだ時は、うん、いいじゃん、星ちゃん、今日、今夜やろうぜ。いやいや、黒さん、安全日がまだだから。でね、よくやってるもんね。やってるかね。やってるかもしんないよ。裏切った。裏切ったってか、自爆だよね、今。そうなのかもしんないね。うん。やってるかもしんない。俺が記憶ない間に、星野も記憶ない間に、最初も記憶ない間にやってるけど、すごいな。何その顔、記憶あったんだろう。見てたんじゃない？見てた。あ、感染者だ。吉田は全部見てたんだ。いや、なかなかでも、あれだな、えぐい状況だな。手前からじゃない、カメラが全部電源落ちるの、容量マックスで撮れてないじゃない。ああ、そうだね、映像に記録されてないよ。あれじゃない、あれじゃない、 GoPro2 なんてそのせいでぶっ壊れてんじゃない。ああ、そのせいでぶっ壊れ、割れたんか、あれ。それのせいで割れた。撮ろうとして割れて、あと容量オーバーあったんじゃない。ああ、そっか。あ、こいつら汚ねえって、ピキッ。汚ねえ、ピキッ。相当なもんだと思わない。カメラが拒否してるじゃん。カメラが自分自身で割るんだぞ。ああ、やべ、これ撮るぐらいだったら割れた方がマジだって。やべ、見ちゃいけねえって。ピキピキピキ、見ちゃいけねえって。レンズじゃなくて、モニターとかは地味にうぜえ。あ、じゃねえよ。ゲップだから許してね。おい、ホモが映るだろ。いや、後ろに感じてるから。シャットアウトはこっち。そう、そっちはね。まあ、じゃあいいや。